こんにちは、オカピです。買い物途中に立ち寄ったダイソーで年賀状用のスタンプがあったので購入しました。最初に購入したお店では数個だけ買い、日を改めて何店舗か巡り、買い揃えていったところ、今年はこれだけのスタンプを入手できました。今回は私がダイソーで買い揃えたスタンプをご紹介したいと思います。ダイソーではこれまでも年賀状用のスタンプが販売されており、見つけては購入をしていたのですが、気づいた時にはほぼ売り切れ状態でしたので数点しか持っていませんでした。そんな限られたスタンプで作った年賀状がこちら。当時から干支にちなんだスタンプや大きなスタンプはないのかなと思っていましたが、今年は幸運にもこれだけのスタンプを見つけることができました。まずはサイズ別で見ていきましょう。次はカテゴリーでご紹介します。ダイソーのインクパッドでいくつか試し押しもしてみたいと思います。はじめは干支に関連するスタンプです。来年は辰年なので龍のイラストのスタンプがいくつかありましたが、私が選んだのはこちらの3点。雲のスタンプは龍のスタンプとセットで使えそうだったので購入しました。他にもリアルな龍のイラストスタンプや、立つと書かれた漢字のスタンプなどなど、思っていた以上にいろんなデザインのスタンプがありましたが、干支のスタンプはダイソーに限らず、毎年可愛いデザインのスタンプが出てくるので、ほどほどにしておきました。続いて干支に関係なく使用できるスタンプです。辰年のイラストスタンプが多い中、干支が勢ぞろいしているスタンプを見つけたので購入しました。使い方を工夫すれば来年以降も使用できますよね。干支のスタンプは極端に言うと次に使用できるのは12年後となるため、私はなるべく干支のスタンプより毎年使用することができるスタンプを購入するようにしています。装飾用のラインスタンプも干支を気にせず使用できそうです。最後は年賀状定番のフレーズスタンプです。スタンプメーカーからもフレーズスタンプは毎年販売されていますが、揃えようとすると結構な金額となるため、あまり購入していませんでした。そんなスタンプがまさかダイソーでもこれだけの数が販売されているとは、
かもフォントもとても可愛いです。この大きさでお値段税込み110円。しばらく売り場で思考を停止したオカピでした。気になった点としては、インクをつける際に余分な部分までインクがつくので、拭き取らないと余白についてしまうことがあります。毎回インクを拭き取る作業は結構ストレスがたまります。とはいえ、これだけのスタンプを購入して、さらに今年は、辰年用に緑色のスタンプパッドも2個購入したのですが、これを含めても、お値段税込みで驚異の1500円以下でした。しかもこのスタンプ、よく見ると、木台に溝が入っています。これはスタンプを押すときに、上下の区別がつくようになっているんです。繰り返しますが、お値段税込み110円のスタンプですよ。スタンプ好きの方ならこのお値段がどれだけ破格かお分かりですよね。マイナスな点を上回るくらいコストパフォーマンスが優れているダイソースタンプ。各メーカーから販売されている年賀状用のスタンプも可愛いデザインのものがたくさんありますが、お値段的に少しハードルが高く感じる方には、ダイソーのスタンプでも十分年賀状作りを楽しめるかと思います。皆さんはどんな印象でしたでしょうか？私はこのダイソースタンプを買いました。こんな年賀状を作りました。などもコメントで教えていただけると嬉しいです。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。以上、ダイソースタンプにただただ脱帽するオカピでした。